見てこれ、真っ赤っかだね。真っ赤っか、やばやばいやばいやばい、ラークラーク、ラーク、おはようございます。今時間がですね、朝の5時15分でございます。よいしょ。まあ微妙に川の方に向かって、地面が斜めなんですよね。なのでめでる間に青い丸がどん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 マサオの方に攻めてきて、結局ね、縮こまって寝てました。はい。ということで、ちょっとお腹が空いたので、朝ごはんのためにお湯の前に水ですね、水を作ろうと思います。でここにいう、あれ、すいません、ここにですね、あ、いや、キコハイが飲みつけてなかったんですね。申し訳ございません。いただきます、いただきます。うまい、うまい、じゃん、シャウエッセ、ちょっとお風呂に入っていただきます。出てるかな、この川辺で食べる朝のこのキコハイとキカナ、最高でございます。うまい、起きたやつがいる。なんか青井くんだいぶ俺の方に攻めてきてたぞ。でも大丈夫、俺もぐっすり寝てた。青井さん、どうですか、朝の青井くんはピンピンですか。ピンピンですか。昨日迎えに行ったらピンピンでしたね。ああ、ピンピンです。ピンピンですかね。とりあえず、皆さんにご披露しておきますか。あ、しない。あ、そう。よく寝れたよ。よく寝てたね。俺はね、3度寝くらいしました。あ、本当に俺は2度寝だ。俺12時ぐらいに起きておしっこして、ちょっとまたウイスキー飲んで寝て起きたら今だった。シャウエッセン様がお風呂に入ってますけど、ちょっとそのお湯をですねいただいて、調理中。いかがですか、美味しそうでしょ。お、青い丸は歯を磨いています。はい、
はい。とりあえず昨日、あ、いた？やってみて。おお、あれ、いい方。いやー綺麗だね、赤い赤い岩だ。青い丸さん、さすがでございます。赤いね、うん、真っ赤な、赤い、よいしょ、見てこれ、真っ赤っかだね、真っ赤っか、視点も濃い、お腹はこれすごい、おめでとうございます。ここまで赤いのはそうそういないよね。なんかブロードしてた。はい、ありがとうございます。ちょっとそれ綺麗に写真撮っといて。わかりました。バレた。さっきチビが出たけど、石の右側に黒いやつがいるんだよ。向こう向いて、あれちょっと投げてみて。フライが悪いんかな、それとも魚がまだ寝てるんかな。一回チラって見て、仕方されてる。さあ、ここがですね、昨日葵くんが泣き尺を一撃で仕留めたポイントでございます。じゃあちょっと観察してみましょうか。魚はちょっと今見えないかな。出たけど乗らなかった。はい、ね、オレンジ色ありがとうございます。よいしょ、ほい、釣れました。じゃあ葵くん上やってみて。
れ出ねえな。来た、あーバレちゃった。青い丸が溶けた魚じゃないと思うけど、このすぐ足元に30センチ、おー、いったいましたね。まあ岩のはどこにいるかわかんないですね、気まぐれだから。いや、葵くんやめとこう、ちょっと危なそう、足元がないよ。いいよいいよ、次行こう、次。帰り道だったら別に濡れてもいいけど。でこの滝を巻くんだけど、まあ、左からでしょうね。左からこっち上がって猪っ越しかな。マジか。あ、ちょっと待って。ダメだ、こっちからだ。一回竿閉まっちゃって俺の背中に入れちゃうか。多分両手使わないと危なそう。ではそっからこう巻いていく感じかな。ここ、うん、でこれ、ここが多分ね、地図で載ってた崖崖ゾーンなんだよね。あ、これ乗り越えちゃうとまたおとなしくなるはず。こうかな。 S 字に上がっていきましょう。よいしょ。ちょっと間開けてきて。やっぱり右か。どっち？滝か。なんとも。滝負けそう？うん、じゃあちょっと降りてみてください。
帯か。撤退。よし。じゃあ次のルートですね。次のルートはここを直通だ。これをね。あれ鹿の足跡みてえなんかあるな。これ生きてる？あ、生きてる木だね。よいしょ。次は？次も生きてるね。お、青い丸はいるね。これはこの木も生きてるね。これは枝だ。よいしょ、よいしょ。いけそう。いやー、待て待て待て、やべえ、いけねえな。小林さん、いやーちょっときついな。いやー直行は無理だね。いやーダメだ、ディグロお青いものも頑張っております。まあ、シャドウが70度ぐらいですかね。水壁まではいかない。これ、これも枯れてた。これは生きてる。よいしょ。巻いて巻いて高巻き。あれ、青い丸来ねえな。落ちたかな。おかしいな。来ねえな。やばいかも。やばいかも。大丈夫かな。多分頭からは落ちねえと思うんだけど。見えないね。見えないですね。あ！あ！俺ここまでで大丈夫。そこ越えらんないから待ってるわ。あ、じゃあいいよ、戻るよ。葵くん、大丈夫かな。石が落ちるかもしんないからちょっと外れて。
オッケー、じゃあ戻るべ。ああ、そりゃそうだと思う。あ、右から？ああ、あのね、木を掴んでいけば、いけるはいけるんさ。まあいいや、戻ろう。十分遊んだよ。慣れてればなんてことねえんだけど、やっぱ高いと怖いじゃん。そうすると、2、3メートルとは体の動きが変わっちゃうんだよね。もうそれはね、慣れるしかねえから、いや戻るべ。最初俺だって怖かったもん。でだんだんねバカになってく。この石垣はさ、ずっと天場の方まで続いてるわけじゃん。よく持ってきたよね、石をコン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 やったんだろうけど、まあ大したもんだよね。でも、まあ、崩れちゃったりしねえようにだよね。崩れちゃ困るから石垣作って、だからこの辺になんか作動して、何かの木材を搬出だか、それとも銅の鉱石の搬出だか、なんかあったんだろうね、基地みたいなのが。すげえなと思って、ずっと続いてる。お、天場が見えてきました。もっと。それであとは空気抜いて、うん、突っ込んだ。もったいなあ、水を吸ったものは。まあ、そのまま飲んでもそんなに問題はねえんだろうけど。北海道だとね、エキノコックスとか入れたらやべえけど。ああ。え、日本には、あ、日本には本州はないんすか？本州は一応いないみたい。本当さ、ここ来るとさ、ヘルメットって大事だなって。ああ、本当っすよ。もしかしたら知らねえで済むからね。うん。俺もチェーンスパイク持ってくればよかった。いやでもそう、最初はこんなんつけてたら危なくてしょうがねえやと思ってたら、思ったより土。これで履くだけでしょ。履くだけは分かんだけど。そう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 。でちょい待ち、はい、そう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 、こうだと思う。ただ石の上は気をつけてね。ですね。ですよね。うん、効かなくなりますよ、ね。そうそうそう。おお、効いてる効いてる。苔が。下るだけだけど、人が死ぬのは下りだからね。はい、じゃあゆっくりゆっくり帰りましょう。よっしゃ。行くか。よいしょ。これを。行きも帰りも。重たい気がするな。で帰りの方が重くなってる気がする。あ、帰りはとりあえず下るだけだから。下るだけだけど人が死ぬのは下りだから。はい、よっしゃ。じゃあゆっくりゆっくり帰りましょう。はい。なんか結構こっちからこっちから来たの。そうですか。うん。今9時50分。これは直通で、直通も大変だから斜めに上がっていくか。こっちから来たっけ。じゃあ鹿道を探して、あ、そうか、天場を探しながら来たんだもんね。鹿さんの道ができてます。綺麗だ。はい、チーズ。
こっちは険しいでしょ。険しいどころじゃないですね。これでもね、鳴るいんだよ。あのもっと急でここはピークに近いから、うん、ちょっとこう鳴るくなってるのがこの辺な。で途中はもっとストーンってもう落っこちてっちゃうじゃないですか、ね、これあれかね、この粒は大和道だよね。ぽいっす、ぽいっすよね。これ多分秋になったらめちゃくちゃ綺麗になる、ね、なる、うん、熊が来てプーさん状態でもぐ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 食ってるんだよ。右側のがスカイさんじゃねえかな。あの今ちょっと雲がかかってるのがね。であのとんがりの石まで行ったら行き過ぎなんだよね。だからこの辺で右に折れて四角い石を探してで目印があれだ、あったはい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 、目印がありました。ちょっとそっちも外してもらえる、うん、おい、じゃああっちもお願いします。お、風があると目印がよく見える。これで目印は全部回収と。そうだね、あの左側が谷があってその谷のちょい右側を上がってきたもんね。で行き過ぎちゃうと今度右側の谷に行っちゃうからその間を抜けていけばいいんだ。よいしょ。おーい、ちょっとペース落とせます？ちょっと待ってて。あれここじゃなさそう。小林さんが降りたところが分かんないんだよね。こっちか。ん、どう降りてる？ずっと向こうまで行った。やばい、ちょっと気をつけててね。うわー、怖え。こいつはやべえ。やば。ああ。怖え。おお、大丈夫かい？よいしょ。ちょっと休憩しましょう。あそこの石が怖えんだよな。怖えと思う。どう？チェーンスパイク。チェーンスパイク、まあ。フェルトよりは。あ、そっか、フェルトか。フェルトはきついね。よじゃあ僕、あの、はい、土のところは全然いいんだけど、はい、2人がさ、こうやって下っていくじゃん、はい、ジグザグジグザグで、葵くんが俺の真上に来た時はもしかしたら石を落とすと俺に当たるかもしれないから、はい、少し待ってちょうだい。了解しました。いや、大丈夫なんですけど、ペースをゆっくり。あの、あれだよ、全然気にしないで、はい、あの、葵くんのペースで。
蜂だ。うん、多いっすね。あーやべ、これ落とすぞ多分。よいしょよいしょ。やばいやばいやばい、ラーク。はい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 、オッケー。ラーク、ラーク。あ、増えた、3つに増えた。ひゃー、ラーク、ラーク。ラーク。落ちてったな。僕はあんな風になるのは嫌だぞ。よいしょ。うわ、なんか蜂がたかってるよ僕に。やばいって。よいしょ。やめてやめて、たかんないで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 。なんかあの黒いあのスズメバチっているじゃないですか、それですね。降ってきたね。でも空が明るいからそんな続かねえとは思うんだけど。ただ雨が降るとさ、落石が起きるんだよ。おうおうおお、いきなり本気かよ。おうおお、鹿の骨がバラバラ殺人だ。お疲れ様です。よかった。まあこの後も気抜けないけど、事故なく、とりあえず本流までね。はあ、向こうは晴れだけど雲がどっちに動いてるかな。なんか不快な雲だな、前も後ろも。ちょっと気にしないで帰ろっか。そうっす、うん、水が増えてさ、渡れなくなる、渡れなくなる、嫌だな。はい、お待たせしました。うっこの辺か。はい、チーズ。おお、さすがに今日は登ってる人がいねえか。うん、たまにね、変な声がするなって思うとね、あっちの上の方に人が張り付いてる時があるの。そうそうそう、これ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 、この山がこうなってて、ちょっと見えるようになった。で、あの右奥にジャンダルムが見えんの。おー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 、来たね。雨でもバッタは飛んでます。で、そのまま進んじゃって、こっちが新しい道かな。そうっぽいね。はい、行っちゃってください。よいしょ。
さんお疲れ様です。おっいかがでしたか、源流は。軽薄の楽しかったっす。ああよかった、ありがとうございます。ありがとうございます。最後のじゃあまた来年ですね、ロープ持って。そうですね、はい。じゃあなんかどうも3度目がありそうなんで、はい、じゃあその時はまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。